株式会社読売ランドは日本のレジャー及び公営競技の施設、運営企業である。本社は東京都稲城市に所在、読売新聞社の完全子会社。当初は競馬場の施設所有会社として創業し、現在は競馬場などの公営競技施設や遊園地読売ランドの他にも、ゴルフ場、読売ジャイアンツ球場、ベルディグラウンドなどの管理運営を行っている。 かつては、船橋オートレース場も所有していた。1991年から1998年まで、ベルディ川崎の運営会社、株式会社読売日本サッカークラブに出資していたが、1999年に、親会社の読売新聞ともども、資本から撤退している。2020年11月6日に、読売新聞グループ本社が、株式公開買付けを行うことを発表。 同年12月22日に株式公開買い付けが成立。読売ランドは2021年3月25日に株式併合により読売新聞グループ本社の完全公会社となった。読売新聞グループ本社による TOB 実施前の読売グループ以外の大株主は東京ドーム、三井住友信託銀行、大成建設、京王電鉄、 横浜銀行などがあった。なお、読売新聞グループ本社は、2021年1月に行われた東京ドームの運営法人の三井不動産による TOB 成立に際して、三井不動産から株式の20%の譲渡を受けており、読売グループにおける遊園地、 レジャー事業の連携強化も図るとされている。ありがとうございます。